さあ、そろそろ旅も終わりに近づいています。天の川を旅した後は地球に戻りましょう。私たちがいるこの地球という星が月からどのように見えるのか体験してみましょう。映像は月から見える地球です。先日スーパーブルーブラッドムーンというものが世界中で話題になりました。でもお気づきでしたでしょうか。あの現象では月そのものは何も変わっていないのです。私たちの地球と月と太陽の位置が刻々と変わることで月が欠けていったり赤く見えたりしているだけで、実際に月は欠けることもなければ赤色に輝くこともありません。そう、月の光とは実は太陽の光なのです。そう遠くはない未来に月に人間が長期的に住むようになったら、もしかしたら地球の見え方によっていろいろな名前がつけるかもしれませんね。それはいつのことでしょうか。キトラ古墳のようにこれから千年も経てば、私たちが生きた時代のことを未来の人たちが掘り起こすかもしれません。地球という星にも寿命があります。ここ100年ほどのうちに環境破壊が進み、人間の活動が天候の異常まで引き起こすようになりました。 SF の世界のような話ですが、もしかしたら他の星への移住ということも今世紀中に始まるかもしれません。たった一つしかない地球、その映像を見ながらお別れです。